川八郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、今日は第44回をお届けします。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ先生、前回もうこう時計測ったんですが、それを忘れて、全然まだ話せてないよというところで終わってしまったんで不完全燃焼、まあ、あのリスナーの方もだと思いますので、前回、まあ、なぜ苦悩があるのかという話を、そうそう、はい、させていただいたんですが、まあ、まず先週聞いてない方は聞いていただきたいんですが、その最後でですけども、こう、まあ、前夜の話から宇宙の調和と秩序、この辺の話が、まだまだ続きそうだったので、先生、前回、まあ、その続きも含めて、うちの調和秩序のあたりからお話をお願いします。まずそこを押さえて、こう、宇宙には大いなる、な細かいんじゃなくて、大いなる超善意みたいなものがあるっていうふうにあるんよね。それは、だから、それが全部がこう、行き渡ってるから、宇宙は乱れてないっていうか。宇宙には大いなる超善意って、正直ここだけ聞くとさっぱりなんですけど、ただ先週先生がこう太陽、まあ光だったり、その辺が善意があるっていうのが分かったので、ちょっと分かるんですけど、その延長線上っていうか、もっと大きなことなんですか？延長線で、だから、あの、最後まで宇宙はこう調和と秩序を保ってるから、地球で発射したロケットも、なんかね、ずっと飛んでいけるのは、途中で宇宙が勝手にこう入れ替わったり、自分勝手に分子が変わったりしてないからなんや。最後の最後まで宇宙の果てまでおそらくロケットは飛んでいくと思うよね。地球で、あの、撃ったやつは。うん、ぶつかったりなんかしなければ、はいはい。というのは、宇宙の果てまでこの宇宙と調和という、こう、分子の調和を保とうという、こう、なんかの深い意志があるんや。うん、で、ここ、地球のそばの、例えば O2 と向こうの O2 は、違うっていうことがないよね。みんな同じものなんよ。はい、だからもしも勝手だったら、日本 の, かあの空気とアメリカの空気違うはずやけど、一緒やもんね、地球の裏側まで。調和があるから。かだけど、なんかすごく少し考えて、深く考えてみると、はい、まあ、宇宙の果てまで調和を持った、が保てるって、そこに善意っていう、なんかこう、うん、宇宙を覆う、あるその意志みたいなのがある感じするんよ。うん、で、それを表現、言葉で表現するしかないんだけど、はい、我々は言葉を持ってしまったから、言葉で表現するしかないんだけど、それが大いなる善意とか、それから秩序とかなんかね、調和っていうのは当てはまるような感じがするんだよね。はい、そこがこう、はい、宇宙の果てまで、なんか見てごらん、摂理とこう律というかね、うん、道理というか、摂理というものがこう行き渡ってるよね。はい、うん、だからこうロケットは行くし、あの、こう、乱れてないっていうか、物理的に乱れてない。確かに。うん、先生は、それは、何か、誰かから教えてもらったとか、教えてもらある日気づいたんですか？あ、宇宙から断食中にもらったデータを今、こう、頭が整理してるんよね。大量のデータをもらったんだけど、それはもう、はい、なんていうかな、デザインと光と意識と色と、なんかな、なんか、色も入ってるし、意思も入ってるし、思念も入ってるし、デザインも入ってるし、なんか、そういうものが混ざったものが一つの宇宙語みたいなのがあるんや。宇宙語。うんうん。言葉で言えば宇宙語って。いわゆる、地球人の話す言葉とは違うってことですね。全然違う。一つの中に全部入ってるんや。光もエネルギーも、優しさも、思いやりも、意識も、思念も、なんか色もデザインも。っておっしゃってますよね。だから言葉というよりも、まあメッセージとしてはあるんだろうけど、いわゆる言語っていうのとちょっと違うってことですか？言語っていう言葉しかあれなんだけど、意思っていうなってしまうんやけど、意思を含んだエネルギーみたいなもんね。で、そこがさっき言ったように、そこから始まるよね。それを脳が受け取ろうとしてるんや。そうか、考えたことないけど、でも、急にすいません、ミニマムな話になっちゃう。難しいね。ごめんなさい。いやいやいや、いや逆に宇宙の話ですけど、例えば、身近で言うと、ひまわりの種植えたら、絶対ひまわりしか咲かないですよね。うん、そういうのも同じことなんですよね。そうなんで、ね、ひまわりの種は調和を保ってね、土地で柿になったりしないんや、ね。しないですよね。うん。で、あと石のもとにこう、だから梅も、リンゴも、リンゴはいきなり今日はもう明日からここだけ桃になるとかいうことしないんやね、こう、うん。みんな、こう、ある大いの石のもとの秩序の分子まで保ってるんやね。はい、うん、それを、こう今、なんとなく体感的には分かったんですけど、僕らは知ることっていうのはどういう
ことがあるんでしょうか。つまりどういう意味があるのか、どう それをして。そこは面白いんだけど、花とか他の脳がないものたちは宇宙からもらった思念と色とデザインと感情と、なかなか自分を開かせる意思とかいうものを全部素直に受け取るんよ、はい。そうですね。以前もそういう話ありましたね。うんうん、だから人間はそれをこうなんかねこう脳で受けてしまったんや。もっと早く知りたいと思ったみたいで。で、それだけではよかったんやけども、他の動物たちはそこで止まったんやけど、人間はこう、多分、50年か、40年か50年しか生きないから、ちょっと欲張ったんやと思うよ。その宇宙の、あれを、早く理解しようと思って、何を作ったかと思ったら、そこで言葉っていうものを選んだと思うよね。だから、言葉ありきっていう書いてあるけど、あの言葉を作ることによって苦悩が始まったんよ。どんな苦悩かって言ったら、自分にとって都合、太陽からもらってる大いなる恵みを自分に都合のいいように解釈していったんよ。早川くんでも、なんか、同じ天気でも自分の体の調子がいいときは、太陽がおとなしくなったりするよね。そうですね。受け取り方も全然違うし。で、爽やかな時は、おぉ、両手入れて今日はいい日だ、とか思ってしまう。なりますね。うん。あれ何なんだろうって思ってました、ね。お酒もほら、体の調子がいい時は、美味しいと思うけど、なんか嫌なことだったら酒が苦いとかなるやろ。ほんとそうですね。うん。つまりこう、それはあなたの都合や。向こうは同じものくれてるやん、はい。その事実は変わんないわけですよね。うん。だから、それは、向こうっていうのは人間の脳なんよね。うん。だけど人間の脳は、人類にとって都合のいいことを、快楽を選んできたんや。特にその快楽が個々に降りてくると、みんな、例えばアメリカの人の快楽と日本人の快楽は違うし、北海道の人が望む快楽と九州の人が望む快楽は違うし、年齢によっても違ってくるわけ、心地よさとかいうのは。同じ人によっても違いますもんね。うん、今日年齢と恋愛もそうやし、僕らみたいにじいさんばあさんと、若い人たちの欲望ってのは違ってくるし、うんうん、そのもう脂っこいもいらないよとかなってくるし、はい、うん、ねえ。それは、脂っこいものという言葉自体もこう、言葉なんよね。そうですね。言葉でだん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 苦悩が始まったストレスっていう言葉があって。はい、だからそういう言葉が発達すればするほど、文明が発達すればするほど、こう、苦しみを分析し始めたんじゃないかと思う。分析ですよね。で、それの精度を高めるから、僕が幼い、二十歳の頃、ストレスってことはなかったんや。だから、ストレスで悩むことはなかったよ。ストレスって何言ってるんって言われる、うつ病なんて言葉もあんまりなかった。なかったし、そういう人たちもほとんど見なかった。がんっていう言葉もなかったんや。その言葉。言葉で作って、それを進化させて、で、そこにまた、美味しいと美味しくないとか、また、下をごまかすみたいな、どんどん進んでくるわけで、お金って。そうですよね。その言葉によって逆にそういう実際の現実が起きちゃう、できちゃうってことですよね。言葉で作られたんやから。だから、ビルもそうやけど、あれ言葉で作ったの、デザインっていうかこう、うん、で、全部言葉。頭で考えてることを言語化して、そこから実際ものになるっていう。脳はね、こう、スピードアップしたんやと思う、石器時代。うん、石器時代はおそらく言葉がなかったんじゃないかな。ああ、そうですよ、ね。だから、あそこには苦悩という言葉はなかったんじゃないかな。うん、ただ、毎日飲んで食って遊んで湧いて死ぬっていうか。でも、良い悪いじゃないかもしれないですけど、まあ、文字もそうですけど、分析とか、そういう何かを説明する、まあ、証明するっていう意味では科学もあるじゃないですか。うんうん、先生はその科学っていうのはどういうふうにお考えですか？だから、それを人間の快楽に、つなぎようとしてるんじゃないかな。科学でもって人間が心地よい言葉を、心地よく生きようとすることに置き換えようとする。いかに心地よく楽にするかっていうのが科学。その子にある真理を求めても、真理は結局秩序じゃないね。こう平和と、平和ないんで、善意なんやけど、いくら科学が、追い詰めても追い詰めても出てくるのは、宇宙の奥にある善意やと思うわ。いくら数式に表しても、はい、最後行き着くとこは、大いなる平等の、平等というか、うん、大いなる善意、超善意みたいなもんやと思うわ。うんうん、いくら言葉で突っ込んでいても、ね、科学しても、うん。でもなんかちょっとこう、意外でもあり嬉しいなと思うのは、なんか宇宙とか作られない意図があるとか意識があるっていうのはなんとなく聞いたことあったんですけど、意思、意図というより善がつくんですね。善意なんですね。超善意ってあるもんやね。
超純粋、超をつくとか、超純粋式みたいなもんよね。その純粋とか善っていうのはちょっとこう意外というか、そこはなんか善も悪もないのかなと思ってたんですけど、善があるんですね。善とか悪というのは、自分にとって都合がいいことを善とか悪とか人間は勝手に分けてるだけよ。うん、はい、だから言葉で選別してきたんや。はい。そうですね。うん。だから人間にとって都合のいいことをこう善とか悪とかやって、はい、でそれさらに自分にとって都合のいいことを良きこと、幸運とか あの強運とか言って、でそれを今度はうまくいかないことを人間はこう辛く思ってこう佐野が働き始めたから、うん、あの苦悩って言葉を選んあの作り出したんじゃないのか。苦悩という言葉すら作ってますもんね。だからその苦悩を知ると深いこう落ち込みに入るじゃないのか、うん。そうすると何なんでしょうね。だからいらないんよ、そんなの。ってことですよね。うん。だから、もっとシンプルでいい。だから、爽やかな人ってや、まあ、なんとかなるよ、みたいな考えると、その方で分足してない人の方が、うん、まあ、あの、宇宙の意志に沿ってる人やと思うわ。そうです。ちょっと変な質問ですけど、苦悩する必要はないってことですか？必要ないよ。苦悩の中にも甘さがあるし、良きことがあるし、うん、あなたが作り上げてるんよ。欲で。うん、だから僕いつも言ってるやん。すべてのトラブルの入り口にあなたが立ってるっていう。で、それは言葉で自分が利益とか欲しいとかいうのを選ぶっていうかね。言葉で欲っていうのはおそらく言葉から作られたと思うわ。本来の欲はただ食べたいだけ、眠たいだけ、うん、で、心地よく、良くなってるだけっていうのが犬と猫と一緒じゃないよ。飲んで食っておしっこして、ウナタンボックで、なんか学校行かなくていいし、勤め行かなくていいし、腹減ったら探し回って、あとはギャーギャー騒がんで生きていくっていうのが、まあ、人間以外の、言葉を選ばなかった生き物たちはそうやって生きてるんよね。うん、だから、〇〇だからとか理由は別にいらないってことですよね、究極的には。だから言葉があったから、この、だから言い悪いがないんやで。ただ分析して、うん、このの原本はもう、言葉というものの、我々が作り出してるんだよ、ね。っていうことを、ちょっとだけ、これからまた先があるんやけどね。そうですね。じゃあ、それはまた次回以降ということで。さあ、この番組では皆様からのご質問を、募集しております。ご質問、ご感想がある方は、北川八郎公式ホームページ、もしくはこちらのメールアドレス、北川アットマーク、kiktas.jp、kitagawa@kiq@tas.jp までお寄せください。今日は第44回をお届けしました。いよいよ来週ですかね。もうすぐ、11月16日、22日まで、冬季展もやっていますので、そちらもチェックしてみてください。北川先生、ありがとうございました。ありがとうございます。